ようございます。今モロカイ島朝の10時をちょっと過ぎたあたりです。本当はねライブでお届けしたいんですけれども、時差があるので皆さんの心はまだね5時ですものね。ですので今日も動画に撮ってお送りしたいと思っています。さあ今ちょうどですね太陽が目の前から当たっています。で朝はねすごく波がもうシーンってしてたのでさあ日焼け止めを塗ってパドルサーフィンですねボードに乗ってね行こうと思ったんですよ。そしたらですねもう全部用意した途端にあれ風吹いてきたみたいな感じになりました。さあこの風なんですけれども東の方から吹いてきているんですね。でこれがモロカイの風の特徴でもあるんですがこの風を吹かしているのは誰だか知っていますか？そうですそうです、女神のヒナですね。月の女神と言われていますけれども女神のヒナがその風を吹かしてくれているんです。そしてその風とともに太陽の、ね、光が、ね、よく当たるようにっていうことで、すごくなんか、ね、ですかサポートをしてくださっている女神でもあるんですね。そして女神ヒナのエネルギーがこのモロカイ島は本当にこうその女神ヒナのエネルギーで私たちモロカイ島はこう守られているんですね。ちょうどですね本当にマウイ島、カホーラベ島、それからラナイ島、そしてモロカイってあるわけなんですけども、ここねマウイ群ですね、マウイ群って言うんですよ。マウイの島のお仲間ということになっているんですけれども、本当にねそうこうやってなんかみんなでこう囲んでいる感じです。島が囲んでいてこう優しいね海があるというのが、まあ、この辺りなんですけれども、で私最初マウイに住んでいたんですが、マウイにいた時って結構波がちょうどここから見える対岸のあたりのカーナパリっていうところあたりは波がですねすごく引く波が強いって言われていて、子供が小さかった時だったのでほとんど泳ぐことができなかったっていうね記憶があるんですけどね。でもこちら側対岸のこちらの方は本当に穏やかな海が広がっています。さあそしてここは本当に女神ヒナの恵みをたくさんいただきながら守られながら私たちはここで生かされているといった具合でしょうかね、うん、そうハワイ島の時もそうだったんですけれども、ハワイ島はペレやポリアフ、ね、たくさんねエネルギーを注いでくださっていました。そして今度はここで女神ヒナのエネルギーということで私たちはねそれをいただきながら感じながらしっかり受け取りながらですね、そして守られていることに本当に感謝をしながらこの島で暮らしているわけなんです。そしてその女神のヒナですね、月にいらっしゃるわけです。現在月にいらっしゃいます。まあいろいろなことがあってねもう本当にお母さんですよね。お母さんのエネルギーがすごく強い女神ヒナなんですけれども、このね地上でとても忙しく暮らしていました。旦那様のお世話をしたり子供のお世話をしたりしながら自分のね大好きなこうタパっていうのを作っていたんですよね。でも本当にそのタパも人気があったらしくて、まあ、作っても作ってもみんながね買ってくださいって言ってね本当に喜んでいただけるタパを作っていたそうなんです。だけど本当に忙しかった言われています。そしてねもうこんな暮らしは嫌って言ってある日ねこう虹を渡りながら、月に行って月に暮らすことになったんです。っていうのがねこの間絵本をね借りてきたのでそれで見てたんですけども、ああそうだったんだと思いながらね楽しかったですよ。こちらの絵本ですけどね、という具合に女神ヒナは本当に自分の道を選んだわけですね。やはりなんて言うんでしょうね、旦那さんがねすごくねいろんな言いつけ理不尽な言いつけをするような、ご主人だったようなんですけれども、もうそういう生活はいや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 って言って自分の道を選んで月に
もまたねタパを叩いて楽しく暮らしているようなんですね。でその楽しく暮らしているひな様が、はい、私たちに愛をたっぷりと注いでくださっているわけなんです。ということでこのモロカイ島ですね、とっても優しいエネルギーなんです。今度ねいろんなことを企画していますけれども、オンラインではなくって本当にリアルで皆さんが、ね、お友達の皆さんがここへ来ていただいて、その女神のヒナのエネルギーをしっかりと感じて、ね、そしてそれを取り入れながらあなたが変容していけるようにというねお手伝いをしていきたいなというふうに考えています。変容していくのはあなたなんですね。だけれども私もそうでしたけれども、一人ではなかなか叶っていきません。なぜならエネルギーが回らないんですよ、一人だと。だけれども誰かがいることでどんどんエネルギーが回っていって、自分が考えていなかったような変容ができるようになってくるんです。私の YouTube をご覧の方は、私がいろいろと歩んできた道っていうのもねアップしていますので、ぜひご覧になってみてください。その時その時私は本当に一生懸命にもうそこにガーンとねフォーカスしてずっと来ていましたけれども、今回はこのモロカイ島で優しいエネルギーに包まれながら無条件の愛ということを今学ばせていただいているところです。私の一番のテーマですね。ずっとそれを求め続けていたものです。で、無条件の愛って結局ねどういうことかっていうと、本当に自分を愛することなんですよね。自分を愛し抜くこと、そして自分が今ここに存在することに対して本当に感謝を向けていくっていうことが大事です。みんな本当にね、なんだろう、自分を痛めつけてしまっているっていう状態の方たくさんいらっしゃるようですよね。で特に修行が好きな人、私もそうでした。あとはすごくこう向上心が高い人もそうですけれども、どうしても一生懸命やって何かを達成していくっていうようなことにねついついやりがちになります。だけれどもあなたの本当の魂がそこをしっかりと、ね、ちゃんとコミュニケーションが取れていれば OK ですけれども、大方の方が、はい、そこが抜けてしまって魂置いてきぼりになって頑張る頑張る頑張るモードになっていたりするんです。それはやはりねここだと女神ヒナですけれども、女神たち神様たち宇宙の皆さんご先祖様たち、そこを望んでいるでしょうかっていうことをねよく考えてください。あなたは唯一無二の存在です。そして宇宙のね最高傑作なんですよ、お一人一人が。だからこそのあなたがあなたの人生を生き抜くっていうこと、このシンプルなことをね本当にこのモロカイ来ていただいてそこで感じ取ってほしいなっていうふうに思っています。女神ヒナのエネルギーを下ろしながら、さまざまな儀式をしながらですね、あなたが変容していくのをサポートしていきたいなっていうふうに思っていますよ。本当に限られた方だけのお手伝いになります。ですからピンときた方はね早めに私の方に連絡をください。公式 LINE の方に連絡をいただければと思っています。概要欄の方に公式 LINE のご案内をしてありますので、そちらから、はい、LINE に来ていただいて、そしてモロカイ島のことちょっと教えてくださいというような感じでメッセージをいただけますでしょうか。お待ちしています。本当にこの穏やかな中で風もねすごい強いです。でも本当に軽やかなんですよね。軽やかに本当にこの風に乗っていくようにね、みんなも変容していきましょう。それでは
また会いましょうね。今日もいい一日を。